ああ、オタク、もう来なくていいから。納品先のホテルに行くと、俺は突然そんなことを言われた。どういうことですか？と聞く俺に、笑いながら事情を説明する支配人。そっちがそのつもりなら、こっちにも考えがある。今に見てろよ。俺の名前は三上。実家で農業を営む35歳だ。両親も現役で一緒に働いている。うちのメインはシャインマスカット。糖度が高く、皮ごと食べられるブドウだ。栽培が難しく、安定した栽培をするのに時間はかかったが、今では生産が追いつかないほど売れている。うちは地元の高級ホテルにも卸していて、直接納品に行っている。ここのホテルとの付き合いが始まったのは11年前。うちのシャインマスカットの噂を聞いた支配人の中川さんがうちを訪ねてきた。当時は高級スーパーや道の駅で販売していたのだが、中川さんはそれを食べてぜひホテルでも使いたいと思ってくれたらしい。地元では有名な高級ホテルで、外観は知っているが泊まったことはない。ここで使ってもらえるならうちも箔がつく。それに中川さんがそこまで言ってくれるのなら、悪いようには扱わないだろうと思ったのだ。この高級ホテルでシャインマスカットを使ったスイーツは毎回好評で、年々卸す量が増えていった。だが半年前、突然中川さんが挨拶に来た。なんとホテルをクビになったという。実はオーナーが変わりまして、その一族が支配人として来ることになったんです、と中川さんは肩を落とす。三上さんとは長年お付き合いいただいて本当にありがとうございました。このシャインマスカットがなければホテルは今頃どうなっていたかわかりません、と話す。後から聞いた話だったが、当時中川さんは売り上げが徐々に下がっていくことに危機感を覚え、何か起爆剤がないかと躍起になって探していたそうだ。そこで目をつけたのがうちのシャインマスカットだったという。結果的にこれが集客できる要因となったらしく、今でもシャインマスカットを使ったスイーツを目当てに来るお客様が多いのだとか。私はいなくなりますが、これからもよろしくお願いします、と頭を下げる中川さん。突然のことすぎて、この先はどうするかまだ考えていないという。そうですか、何かあればいつでも連絡くださいね、と言って俺も中川さんに頭を下げた。その後もホテルとの付き合いはあったのだが、新しい支配人の林という男はなんだか嫌なやつだった。シャインマスカットなんてそんなに食べたいものかね、と納品に行った俺に向かって言ってくる。この男も中川さんと同じくらいに見えるので、50代だろうか。中川さんとは違い、品がない。高級ホテルの支配人という肩書きはいささか不釣り合いに見える。とはいえ、俺がとやかく言う問題でもない。仕事だと割り切ってこのホテルと付き合っていた。うちはこのホテルのために生産数を増やしている。今までホテルからの発注は確実なものだったからだ。ただ、ある時ホテルから仕入れの数を減らしたいと言われた。その頃のホテルは格式高いと言われていた今までと違い、どうもそうではなくなってきた印象だ。フロアはいつもピカピカだったのに、人通りのない端の方には埃が溜まっているし、料理の味が落ちたというネットの口コミも見た。売り上げが下がっているから経費削減をしているのかもしれないし、他にも卸す場所はあるので、俺は仕入れの数を減らされても何も言わなかった。しかし、ある日納品に行くと、林にとんでもないことを言われたのだ。こんにちは。これ今日の分です。と荷物を運んでいると、林に呼び止められる。そして、ああ、オタク、もう来なくていいから。と言われたのだ。
俺はどういうことなのかと聞き返すと、林は目を輝かせていった。激安で外国産のシャインマスカットを仕入れたんだ。どうして今までオタクみたいなぼったくりの農家と契約していたんだろう。はあ、ぼったくり。ぼったくりとはひどい言われようだ。俺はムッとした。シャインマスカットとは、本来しっかり手順を踏んでロイヤリティを支払って栽培するもの。ところが、日本の農水省が海外で品種登録する前に、韓国や中国へ流出してしまい、外国産の激安シャインマスカットが流通するようになった。手間暇かけて育てた国産シャインマスカットは、それなりの値段になるのは当然だが、味は激安の外国産とは比べ物にならないくらいうまい。林は笑いながら、外国産ならお宅の半分以下で仕入れられるぞ。味も大して変わらないのに、わざわざ高い金で仕入れるなんてバカのやることだろう、と言う。え？味が変わらないだと？どういうことだと驚いて、支配人は味見もされたんですか？それでうちの味と変わらないとおっしゃってるんですか？と聞くと、林はうなずき、ご丁寧に生産国も教えてくれた。うん、そりゃ安いだろうと納得したが、やはりおかしい。激安の外国産シャインマスカットは、手間を極限まで省いて、さっさと流通させるため、食べ頃になるかなり前に収穫している。そうすると皮が厚く噛み切れないし、甘みも全くなく、渋くて酸っぱいのだ。それなのに味見をしてもうちの味と変わらないというなら、多分国産のシャインマスカットを味見させられ、その業者に騙されているのだろう。後から痛い目を見ても知らないぞ。林の態度に助言する気すら起きず、でしたら契約は、と俺が聞くと林は笑う。残りの150万円分の取引は中止で頼むよ。俺は笑いをこらえて真顔で、一生納品しませんが大丈夫ですか？と聞いた。林は、当たり前だろう。オタクとはもう二度と取引しないから安心しろ。と言って、ガハハと笑って言ってしまった。なんて失礼な奴だ。そう思ったが、もうあいつと関わらなくていいと思うと少し気が楽になった。ホテルを出て父に電話をすると、父も俺と同じ考えだった。俺はその足でとある場所に向かう。車を15分走らせるとペンションに着いた。ここはまだオープンの準備中のペンションだ。入り口で声をかけると、三上さん、わざわざありがとうございます、と言って中川さんが出てきた。中川さんはホテルをクビになった後、奥さんと一緒にペンションを経営する決意をしたという。食事にはこだわりたいと言っていて、地元のシェフと提携しているそうだ。シェフは有名な人で、俺も知っている。中川さんから話を聞いた時には驚いたが、そんなすごい人に協力してもらえるのも、中川さんの人脈や人柄のおかげだと思う。中川さんに、ホテルとの事情を話すと、中川さんは激怒した。でも、大丈夫です。その分、こちらにおろす量を増やせますので、と言って、俺は中川さんを落ち着かせる。結局、来週からオープンするこのペンションに、予定よりも多く納品できることになったので、俺にとっても嬉しい話。ホテルに納品するのが最優先だったので、中川さんに、うちのシャインマスカットを使いたいと言われても数が限られていたのだ。しかもペンションで打ち合わせをしていたシェフがうちのシャインマスカットを味見すると感動して自分の店でも使いたいと言ってくれた。これならホテルのキャンセル分も無駄にしなくて済みそうだ。こうしてうちはあの高級ホテルと縁を切った。すると1ヶ月後、いきなり林から電話がかかってきて、妙に丁寧にアポを取ってきた。昔のよしみで話くらいは聞いてやろうと思い、
今日は畑仕事をしているのでそちらに来るように言うと、すぐに一台の車が入ってくる。林が車から降りてきて俺を呼んだ。お久しぶりです、と手土産まで渡してくる。俺は何の用ですか？と聞く。林はニコニコしながら、やはりこちらのシャインマスカットじゃないとダメだったんですよ。いやー、ここまで味が違うとは思っていなくて、また仕入れさせてくださいね、と言ってきた。は？俺が声を上げると、林は、ですから仕入れを、と言ってきたので、俺はそれを遮った。二度と取引しないから安心しろ、と言ったのは、どこの誰でしたっけ？俺が睨むと、林はとぼけ始める。え？誰ですか、そんなこと言ったのは。私が言うわけないですよ。まさか本当に忘れてしまったのか、と思ったが、おそらく違う。すっとぼけて、また納品させようとしているのだ。しかしそうはいかない。俺はこうなることを予想していたので、ホテルの動向をチェックしていた。料金を安くしたと宣伝してはいたが、ホテルの口コミは最悪。従業員の態度が悪いとか、高級ホテルと思えないとか、散々な言われようだ。口コミを見たところ、どうやら前にいた従業員を解雇して、外国人も使っているようだった。しかも料理に関しては、味が落ちたどころか、まずいとはっきり書かれている。シャインマスカットは、ホテルの看板商品だったこともあり、それを目当てに来たお客様からは、こんなシャインマスカット食べられない、とまで書かれていたのだ。ホテルの口コミ見ましたよ。シャインマスカットは酸味があるとか、皮は吐き出すほど硬いとか書かれてましたね、と言うと、林は、そうなんですよ。あの業者、外国産は味も変わらなくて安いと言ってたのに、騙されたんですよ、と自分は被害者だと訴えてくる。俺はため息をついた。言っておきますけど、外国産は安いけど、味が落ちるなんていうのは常識なんですよ。特にシャインマスカットのような手間暇かけて作るものはなおさらです。林は、だったら、なんで教えてくれなかったんだ、と、いきなりお門違いな怒りをぶつけてきた。あなたが一方的に取引をしないと言い張ったんでしょ？味見もして、味に大差ないと言っていましたよね。だったら、味音痴な自分を恨むべきじゃないですか？俺はきっぱりとそう言った。林はその言葉に激怒。俺が味音痴だと。俺は笑った。お客様にわかる違いをホテルの支配人がわからないなんて、とんだ恥さらしですね。林は地団駄を踏む。いや、きっとシャインマスカットの試食の段階では別のものを持ってきたに違いない。俺が食べたのは国産のもので、実際に納品されたのが外国産だっただけだ。俺はため息をつく。そうですか。別にそんなことどうでもいいんですけど、とにかく、うちはもう納品しませんから。そう言うと林は大げさに、そこをなんとか、うちを助けると思って、と泣き真似をしてきた。高級ホテルの支配人ともあろう人が泣き落としですか？そんなことされても気は変わりませんので、お引き取りください。冷たく言い放つと、林は、ふっと言い、車に乗って去っていった。さすがにもう来ないだろう。そう思ったが、嫌な予感がして、両親と相談し、前から考えていた防犯アラームを設置することにした。それから数日後、雨の降る夜に畑からアラームが鳴り響く。慌ててレインコートを着て畑に向かうと、畑から逃げ出す影が見えた。俺が捕まえてやろうとダッシュした時、その影が目の前から消えた。俺はその場に急ぐ。すると、ぬかるみにはまって立てなくなっている林の姿があった。何やってるんですか？不法侵入ですけど。俺が声をかけると、林は慌てて振り向き、違う！
違うんだ。君に用事があって訪ねたんだが。と言う。用事？だったら今すぐその要件を話してください。言っておきますけど、防犯カメラもついてますからね。もし、うちの畑に何かしようとしたのであれば、それ相応の覚悟はしてくださいよ。俺がそう言うと、林は首を横に振り、青ざめる。要件を話さない林に苛立って、俺は口を開いた。またシャインマスカットを売ってくれって話ですか？だったら、普通はアポを取って昼間に来るものです。それに、あなたが取引をしないと言ったんですよ。なんせうちは、ぼったくり農家ですからね。そう言うと林は、もう、うちのホテルには、ここのシャインマスカットしか手がないんだ、と言い出す。しかし、俺は反論した。あんな口コミじゃ、挽回するのは難しいんじゃないですか。多分、シャインマスカットを変えたくらいじゃ、意味ないですよ。それに、あんたみたいな支配人のいるホテルに納品してるなんて、うちの恥になりますから、絶対に納品はしません。すると林はいきなり怒り出す。なんだその言い方は。ずっとうちが使ってやってたんだから、恩くらい返してもいいだろう。態度がコロコロ変わりすぎて、いい加減疲れてきた。俺は面倒になって、ああ、そうですね、と言う。そして林に向かって、謝罪するならそこから助けますけど、どうします？と言うと、林は、謝罪？そんなもんするか！と怒鳴ってきたので、俺はうなずいた。これからもっと雨が強くなるみたいなので、早く帰った方がいいですよ。そう言って、ぬかるみにはまっている林を置いて、きびすを返す。あの程度のぬかるみなら自力で抜け出せる。まあ車で来ているだろうから、車のシートは大変なことになるだろうけどな。そう思いながら、おい、待て！という林を無視して家に戻った。この位置ならバッチリ監視カメラに映ってる。こんな雨の中、ここで押し問答する気にはならないし、証拠があるなら後から警察にでも突き出すつもりだ。しばらくすると、バタンと車のドアを閉める音がしたので、無事にぬかるみを脱出したのだろう。翌日、俺はついにオープンする中川さんのペンションに納品に行った。昨日の悪天候は一転、晴天に恵まれ、ペンションのオープンを祝うかのようだ。すでに予約はいっぱいだそうで、シャインマスカットを使ったスイーツを楽しみにしているという声もあるらしい。俺はワクワクしながら納品をした。中川さんのペンションは、おもてなしも料理も素晴らしいとすぐに評判になり、連日満室だという。シャインマスカットも好評だそうで、シェフの店にも問い合わせが殺到しているらしい。おかげでうちのシャインマスカットは生産が追いつかないほどだ。一ヶ月後、俺がペンションに納品に行くと、中川さんが入り口で、林と口論していた。林は中川さんがここでペンションを始めたことに文句を言っている。林は俺の姿を見ると、おい、それはそのままうちのホテルに納品してくれ、と言う。何言ってるんですか、と俺は突っぱねたのだが、林は引かない。こんな狭苦しいペンションよりうちの高級ホテルの方がいいだろう。そう言ってくるので、俺はきっぱり反論する。まだわからないんですか？高級ホテルだと評判が良かったのは過去の話。支配人が変わってから最悪でしょ？そんなところにうちの看板商品は納品できません。お宅は外国産のシャインマスカットでも使ってればいいでしょ？だから、外国産は安いだけなんだよ。そう怒鳴ってきたので、それを選択したのはあなたです、と言うと、中川さんも口を開いた。質が悪くなって、もう高級ホテルなんて名乗れないでしょう。私は高級ホテルだろうが、部屋数の少ないペンションだろうが、お客様の喜ぶ顔が見たいだけなんですよ。もちろん、
料理だって私が納得のいくものを出しています。林は中川さんを睨みつける。こんなペンションすぐ潰れるんだからな。お前の農家だっていつまで続くか覚えてろよと俺のことも睨みつけて車に乗って行ってしまった。それから数ヶ月、高級ホテルはついに閉鎖されてしまう。潰れたのは俺や中川さんではなく林の方だった。そりゃそうだ。うちに盗みに入ったことを警察に突き出したら、それがニュースになり、瞬く間に広まった。ホテルの経営は急速に悪化したのだ。まさに自業自得。その後の林の行方はわからない。うちの農家はシャインマスカットのおかげで売り上げも知名度も上がった。最近では他のフルーツの栽培も行っていて、相変わらず忙しい。中川さんのペンションやシェフにうちのフルーツを使ってもらっていて好評なので、俺も嬉しい限りだ。これからも美味しいと言われるフルーツを作っていきたいと思う。ああ、来た来た。おい、下請けなのに遅いぞ。会場に着いた俺を呼んだのは取引先の部長。ここの社長はとてもいい人なのだが、この部長はどうも苦手だ。取引先なのに下請けと呼んでくるし、とにかく態度が大きい。この部長にいつか仕返ししてやろう。俺はいつもそう思っていた。俺の名前はユウスケ、30歳だ。5年前にイベント会社を立ち上げて、毎日忙しくしている。主にイベント会場の装飾を担っているのだが、花やバルーンを使ったもので、結婚式なんかでも需要がある。お子さんの誕生日パーティーで自宅を飾り付けたい、なんていう依頼も増えているのだ。立ち上げて間もない頃は生活もカツカツだったし、世界的な感染症の流行でイベントの仕事がほとんどなかったが、その頃にお孫さんの誕生日にパーティーをしたい、という、ある会社の社長から依頼があり、自宅を飾り付けたことがある。この社長と奥様に装飾を気に入られ、それ以来、会社のパーティーや知人宅の飾り付けなどの依頼を受けるようになった。しかも人脈のある社長だったので、他の企業にも紹介してもらって依頼が舞い込んできたのだ。おかげで今では安定した経営ができている。ちなみにこの社長は奥田社長といって、30年ほど前に立ち上げた会社を大企業に成長させたらしい。奥田社長は今60歳くらいだから、俺がイベント会社を立ち上げたのと同じくらいの年齢で起業したというわけだ。それを聞くと俺ももっと頑張って大きな会社にしようと思えてくる。ある日、奥田社長から仕事の依頼が来た。奥田社長が社長を引退し、息子さんが新社長になるそうだ。その社長就任パーティーの会場装飾を任せたいという。社長引退は残念だが、会長として携わるらしい。息子さんは何度か会ったことがあり、奥田社長に似て物腰の柔らかないい人だ。かなり大きな会場になるらしく、俺は緊張しながら奥田社長との打ち合わせに向かった。ゆうすけくん、いつもありがとう。そう言って迎え入れてくれた奥田社長。俺は早速、会場装飾の要望を聞いたのだが、ゆうすけくんを信用しているから、全面的にお任せするよ。と、奥田社長は言う。俺は、予算や使いたい装飾などを聞いて、ある程度のイメージを固めた。そこへ、一人の人物が入ってくる。奥田社長は、その人物を俺に紹介した。部長の本宮くんだ。就任パーティーは彼が仕切ることになる。装飾の部分はユウスケ君にお任せするが、本宮君も出入りすると思うのでよろしくお願いしますね。そう言われたので、俺は本宮に挨拶をする。本宮は50代だろうか。ニコニコしながら握手を求めてきたので手を出したのだが、ものすごい力で握られて思わず顔を歪めてしまった。
奥田社長は気づいていないので、俺は挨拶をして、早々に退出した。少し嫌な予感はしたけど、とにかく俺は自分の仕事に集中しよう。そう思い、早速準備に取り掛かる。それから数日後、俺は本宮に呼び出された。奥田社長に打ち合わせを頼まれるときはいつも会社に行くのだが、本宮は近所のカフェを指定してきた。先にカフェに入って待っていたのだが、待てど暮らせど本宮が来ない。電話をしてみてもコールのみだ。どうしたものかと思っていると電話が鳴った。ああ、もしもし。ちょっと打ち合わせが長引いてしまってな。あと1時間もすれば着くから待っていてくれ。1時間ですか？俺は思わず聞き返してしまう。こっちにだって予定がある。この後、買い付けに行かなくてはいけないのだが、仕方ない。時間をずらして待つとしよう。そうして、1時間後に現れた本宮は、謝罪もせずに話を切り出した。会場の装飾だが、もう少し予算を抑えたい。どうせ装飾なんて誰も見ていないんだから、こんなにかける必要はないんだよ。それなら食事にでもかけた方がマシだ。本宮はとんでもないことを言ってきたのだ。奥田社長がそのようにおっしゃっていたということでよろしいですか？俺は本宮に念押ししたのだが、本宮は鼻で笑う。何言ってるんだ。そんなことを社長の耳に入れることないだろ。社長は忙しいんだ。こんなどうでもいいことは話さんよ。どうでもいいことという本宮の言葉は頭に来たが、ここで喧嘩をしても仕方ないので、俺はこらえた。でも、ご予算をお伺いして、それに合わせて装飾を検討していますし、イメージ図を社長にお渡ししています。こんなに予算を下げられてしまうと、予定通りの装飾はできかねますが。言葉を選びながら本宮に説明をしたのだが、本宮は不機嫌な顔で。それを何とかするのがプロの仕事だろう。という。たまにいるのだ、こういう人が。本宮は続いて。使うのなんて花とか風船とかなんだろう。それでこの金額は高いんじゃないのか。と、偉そうに言ってきた。確かに、原価で言えばそうかもしれない。でも、本宮の言うように、こっちはプロだ。そのプロに頼んでいるんだから、技術料や人件費がかかるのは当然。そんなこと言うなら、自分で装飾をしてみたらどうだ。それならあんたの言う原価だけだよ。なんて、言いたくても言えるはずがなく、俺はしぶしぶうなずいた。かしこまりました。では、見積書を作り直しますね。俺は、パソコンもプリンターも持ち歩いていたので、その場で見積書を出し、本宮のサインをもらった。とはいえ、奥田社長のために装飾のグレードを落としたくなかった俺は、なるべくイメージ図に沿って考え直す。社長就任パーティーまで、あと半月という頃、本宮と最終的な打ち合わせを行った。搬入の時間、装飾にかかる時間など、他の業者との兼ね合いもあるので、綿密に打ち合わせた。そして、打ち合わせを終えると。ああ、そういえば、これ、社長からだ。と、テーブルの上に招待状を投げつけられる。お前みたいな下請け業者を招待するなんて、社長は何考えてるんだ。とりあえず渡しておくが、別に来なくてもいいんだぞ。うちみたいな大企業のパーティーなんて、お前には荷が重いだろう。奥田社長が就任パーティーに誘ってくれた。それなら出ないわけにはいかないだろう。本宮のことなんてどうでもいい。俺はにっこり笑って言った。ありがとうございます。喜んで出席させていただきますね。明るくそう言うと、本宮は舌打ちをして俺に背を向けた。どこまでも失礼な奴だ。
ここまで数えるほどしか元宮とは話していないのだが、頭に来なかったことが一度もない。俺のような業者の人間を見下しているし、平気で下請けなどと呼ぶ。別にうちは下請けなんかではないのだけど、元宮からすれば仕事をあげていて自分より格下なのだから下請けだということのようだ。社長にはいい顔ばかりしていたし、自分より上だと判断している人に対してはちゃんとしているのだろう。社長は元宮の本性に気づいていないのかもしれない。元宮みたいなタイプは本性を隠すのもうまそうだ。そうでなければ部長なんて役職になれないと思うのだが、どうなんだろうか。わざわざ社長に告げ口するような気はないけど、自分の身は自分で守ろう。契約書や搬入の時間など、俺は一つも間違いのないように念入りにチェックした。そして、ついに社長就任パーティーの当日がやってくる。搬入の時間よりも早く着いて、搬入ルートの確認をしていると、元宮が俺を見つけ、大声を出した。ああ、来た来た。おい、下請けなのに遅いぞ。時間よりも早く着いているのに、どこが遅いんだ。おはようございます。搬入の時間より早く着いていたので、搬入ルートの確認をしていました。もしもう作業を始めてよければ始めますが。というと、元宮はため息をつく。ああ、お前な、2時間前が基本だろう。さっさと始めろよ。俺はその言葉に呆れた。そんなわけないだろう。30分前ならまだしも2時間なんて非常識すぎる。それにあまり早く来てもホテルに迷惑がかかる。俺が絶句していると元宮は忙しそうに言ってしまった。元宮は会場設営を手伝う業者にいろいろ指示を出している。俺のところへ会場であるホテルのスタッフの男性がやってきた。あの人、いつもああなんですよ。うちのホテルは会社のパーティー会場として何度かご利用いただいているのですが、あの人はいつも上から目線で指示してきて、こちらも少し困るんですよね。我々はあの人の部下ではないのに困ったものです。俺は相槌を打つ。元宮はホテルのスタッフも見下しているようだ。もう少し話を聞いてみたかったが、そんなことをしていたら時間がなくなってしまう。俺はホテルのスタッフに挨拶をして、会場の装飾を始めた。そろそろ装飾も完成してきて、あとは調整だけだ。ホテルのスタッフは、さすがですね。こんな素敵な装飾なら、社長も喜ばれますよ。と言ってくれて、俺は笑顔になる。しかし、そこへ元宮がやってきた。おい、ここにテーブルを一つ増やしてくれ。ホテルのスタッフに指示をし、俺にも。増やしたテーブルの装飾、さっさとやってくれよ。と言ってくる。え、でも、さっきも装飾を増やすよう言われたので、いきなり言われても素材がもうないのですが。実は、会場入りしてから何度も元宮から変更の指示を受けた。この装飾はこちらに移せと言われたり、ここにも装飾を増やせと言ったり、素材は多めに持ってきたのだが、さすがにコロコロ変えられて素材も足りなくなっている。俺が慌てていると、元宮はニヤニヤしながら。下請けに発言権はないんだよ。と言った。続けて。あと30分で招待客が集まってくる。さっさと素材を買いに行って装飾をしろ。というのだ。俺は頭をフル回転させる。それは時間的に無理です。それであれば、他のところから装飾を移動させてバランスを取るのでお待ちください。方法はこれしかない。しかし、元宮は。はあ。これ以上貧相にしてどうするんだ。お前みたいな業者を使ってやってるんだから、
俺の言う通りにすればいいんだよ。逆らうなら契約終了だな。と、ニヤニヤ笑う。俺は、堪忍袋の尾が切れた。契約終了ですか？散々こっちを振り回しておいて、その態度はないんじゃないですか？それに、うちは下請けでもないですし、私はあなたの部下でもありません。いい加減にしてもらえませんか？なるべく冷静に言ったのだが、元宮は俺の顔を見て笑い出した。何言ってるんだ。お前みたいな下請けを大企業であるうちが使ってやってるんだぞ。指示を聞くのは当然のことだろう。嫌なら片付けてさっさと帰れ。もう付き合ってられない。俺は元宮を睨みつけ。わかりました。と言った。元宮は、ようやく理解できたか。じゃ、さっさと装飾を増やしておけよ。俺はこれから、受付の準備で入り口にいるから、終わったら声かけろよ。と言って背を向ける。元宮が会場から出て行ったのを確認すると、俺は急いで作業を始めた。作業と言っても、元宮に言われたものではない。頭に来た俺は、装飾をすべて撤去したのだ。そして、荷物を台車に乗せて、入り口にいる元宮の前を。では、失礼します。と言って通り過ぎた。元宮は不思議そうな顔を向けたが、何やら忙しいようで、声をかけてくることもない。俺は、荷物を車に運び込み、さすがに疲れたので、ホテルの喫茶店で一休みすることにした。招待状はもらっているが、この状況で顔は出しづらい。後で直接、社長に挨拶に行こう、と思っていたのだ。俺が休んでいた喫茶店からは、パーティー会場が見える。元宮は受付のところでうろうろしていて、中には入っていないようだ。しばらくすると、奥田社長が会場に入っていく。そして、奥田社長はすぐに出てきた。元宮に何やら話していて、元宮を連れて受付を離れ、喫茶店の方までやってきた。どういうことだ？会場の装飾はどうした？奥田社長がそう言っているのが聞こえる。まあ、いや、それはその、さっき追加の指示をしたのですが。元宮がしどろもどろになっているようだ。俺は奥田社長に挨拶しようと席を立つ。すると元宮が、ああ、お前、こんなところで何をやっているんだ！と、俺を怒鳴りつけた。奥田社長は驚いて元宮を見る。俺は奥田社長に挨拶をし、元宮部長に、下請けに発言権はない。逆らうなら契約終了だ、などと言われました。そして、指示が聞けないなら片付けて帰れと言われたので、そのようにしただけです。と言うと、奥田社長は眉を潜めた。元宮は慌てて、ああ、違います。こいつ、ああ、いや、こちらが、私の指示を聞けないと言ったんです。という、ずいぶん慌てているのか。今日は社長の前でもボロが出ているし、顔も青ざめている。奥田社長は元宮の本性に気づいたのか。今はいい。と言って、俺に頭を下げた。部下が失礼をして、大変申し訳ありませんでした。もし可能なら、できる限りでいいので装飾をお願いできませんか。息子の門出を祝いたいんです。元宮は青ざめているだけなので、俺は社長の言葉にうなずき、15分ください。と言うと、ホテルのスタッフが走ってきて、僕にも手伝わせてください。と言ってくれた。先ほどの男性スタッフだ。俺は急いで撤去した装飾を戻していく。
もったいないと思って、装飾はすべてそのまま車に入れていたので、出してくるだけでなんとかなる。招待客を入れるのを少し待ってもらい、すぐに会場の装飾を終わらせた。奥田社長は満足そうにうなずく。パーティーは無事に終わり、新社長からも、素敵な装飾でした。いつもありがとうございます、と喜んでもらえたようだ。その後、奥田社長は元宮を叱責した。しかし元宮は、私は配置の移動をお願いしただけで、そんなことは言っていません。と、俺の言ったことを否定する。これじゃあ押し問答だなと思った時、ホテルのスタッフが来て、僕はここで全て聞いていました。元宮さんは嘘をついていますよ。と証言してくれたのだ。俺は、先ほども言った通り、僕やホテルのスタッフは、下請けでもないし、部下でもありません。もちろん部下に対してもパワハラだと思いますけど、取引先に対して、あまりにも失礼です。と言い、契約書を出す。それと、当日の変更に伴う経費は上乗せしてお支払いいただきます。こちらに記載してありますし、元宮部長のサインもありますよね。勝手に予算を落とされて、こっちは赤字ギリギリなので、超過分は改めて請求させていただきますね。元宮は青ざめたまま縮こまっている。奥田社長へ元宮から予算の削減をされたことや、装飾を馬鹿にされていたことも伝える。すべてを知った奥田社長は激怒。部下の本質を見抜けなくて申し訳なかったと、俺やホテルのスタッフにもう一度頭を下げる。俺たちは顔を見合わせてうなずいた。その後、元宮は降格、減給処分。うちへの上乗せ分の支払いは、勝手な契約をしたとして、元宮のボーナスをカットし、そこから支払ってくれたらしい。奥田社長は会長となったが、俺は今でも変わらない付き合いを続けていて、来月のお孫さんの誕生日パーティーにも依頼を受けている。その依頼の際に、元宮のその後を聞いたのだが、さすがに居づらくなって会社を辞めたそうだ。俺の方は、あの時にホテルのスタッフと仲良くなり、今ではホテルでパーティーを行う時に依頼を受けることも増えた。今日もお客様の笑顔を見るため仕事を頑張ろうと思う。お前そろそろこの会社には用済みじゃね？いきなりそう言ってきたのは同僚の智之。は？どうして俺が？そう反論したが、その瞬間俺は社長に呼ばれた。この後まさかあんなことが起こるなんて思ってもいなかったのだ。俺の名前はハヤト、30歳の会社員だ。俺の人生は正直言って褒められたものではない。父親は借金をしてある日突然いなくなり、母親は父親の恨み事を俺に吹き込んでパチンコ三昧。近くに住む母方の祖母がいなかったら俺の人生は終わっていた。中学の頃にはすっかりぐれていて、家に帰らず悪い仲間と夜通し遊んだり、先輩のバイクの後ろにまたがって夜に走り回ったり、今では恥ずかしくて言えないようなことを当時の俺はかっこいいと思っていたのだ。まあ家には母親の彼氏がいることもあって、単に帰りたくなかっただけでもある。たまには祖母のところに行っていたが、俺を心配してくれる祖母にぐれている姿を見せたくなくて、次第に祖母の家にも行かなくなっていた。しかしある時、祖母から珍しく電話があった。友達に勧められて初めてスマホを買ったのだが、使い方がわからなくて困っているという。はぁ？めんどくせえな。と言いながらも、俺は祖母の役に立てるのが嬉しくて、祖母の家に通い詰める日が続いた。俺は、スマホや学校で習うパソコンの授業なんかはすぐに理解していた。他の授業はさっぱりだけど、パソコンの授業だけは面白いとも思っている。スマホをいじりながら、祖母にそのことを話すと、次に祖母の家に行った時には、新しいノートパソコンが置いてあった。友達に勧められて買ったんだけどね、スマホよりも使い方がわからなくて。ハヤトの好きなように
使ってちょうだい。祖母はそう言ったが、それがバレバレの嘘だと俺にはすぐに分かった。祖母は俺の話を聞いて、俺のためにパソコンを買ってくれたのだ。それ以来、悪い仲間とつるむことが減り、祖母の家に行き、パソコンを触る時間が増えた。進路も情報系の高校に行きたくて、中3になる頃には、それなりに勉強をするようにもなった。勉強を頑張るようになると、先生やクラスの友人の俺を見る目が変わる。グレていた時には話をしなかった奴らも普通に話してくれるようになったのだ。俺に勉強を教えてくれる奴もいた。先生や友人のおかげで、なんとか高校に合格し、俺はこれから順風満帆な高校生活を送れると思ったのだ。しかし、高2の春、母親が蒸発した。彼氏と家を出て行ったようだ。学校から帰ると、家はもぬけの殻で、書き置きだけが残されていた。祖母も知らなくて、俺も祖母も母親の携帯に電話をしたが、すでに解約されていたし、探す術がない。もう俺は母親なんてどうでもいいと思った。でも、現実問題、お金がない。祖母が学費は何とかして出してくれると言っていたが、これ以上祖母に負担なんてかけられないし、アルバイト代だけで何とかなるわけもなく、俺は高校を中退することになった。それからは祖母の家に住まわせてもらい、アルバイトを掛け持ちして生活費を稼ぐ。そんな生活を2年ほど続けていたら、たまたま求人誌でエンジニア募集の記事を見た。未経験でも OK と書かれていて、ダメ元で応募したらなんと受かったのだ。小さな会社で社長が面接をしてくれたのだが、俺の熱意が通じたと言ってくれた。俺はそこで意欲的に勉強もし、先輩や上司にしつこいほど聞いて知識を叩き込む。最初はしつこいと煙たがられていた上司にも、徐々に俺のやる気を認めてもらうことができた。これでようやく人並みの生活ができる。そう思っていたのに、それから数年後、社長が取引先に騙され、会社は倒産。俺はまたもや居場所をなくしてしまったのだ。とはいえ、職歴はあるので、エンジニアとして転職活動を始めた。すると、割とすんなりと採用してくれた会社があったのだ。中卒だという部分で説明は必要だったが、社長が話を聞いてくれて採用となった。もう一人、俺と同時期に中途採用された人物がいる。同い年の友幸だ。友幸は大卒で頭が良く、人当たりもいい。俺はすぐに仲良くなって、俺の生い立ちも全部話したほどだ。しかし、友幸の本性を、俺は見抜けていなかった。俺は入社してから半年ほどで大きな仕事を担当した。スマホを使った決算システムの開発だ。これのサポートをしてくれたのが友幸だ。でも、正直言って友幸はほとんど使い物にならなかった。俺は、もともとエンジニアをしていたので、ある程度の経験は積んでいたのだが、友幸はエンジニアとしては実績がない。それなのに、大卒の方が偉い、と思っているらしくて、俺を部下のように扱い始めた。週末までにこれ終わらせとけよ、と、俺に指図する。このあたりから俺は、友幸の本性に気づき始めたのだ。とはいえ、任された仕事だから、友幸の指示がなくても、俺は当然仕事が終わるようにスケジュールを組んだ。そしてつい最近、それが完成したのだ。スマホ決済のシステムを開発し、結果的に1兆円の市場規模となる。上司は俺のことを褒めてくれ、ボーナスも出たのだが、友幸は俺のいないところで、自分がシステムのほとんどを作り上げたと嘘をついていた。俺は、わざわざ自分の実績をひけらかすタイプではないし、陰で友幸がそんなことを言っているとは気づいていなかった。そして、そんな時に、社長が交代することになる。俺たち平社員に詳しい事情はよくわからなかったが、突然の社長交代に驚いた。でも、別に社長が変わったところで、俺みたいな平社員には関係ないだろう。しかし、新社長は、
よく社内をうろうろしていて、平社員にも話しかけてくる。俺は開発したシステムのメンテナンスに取り組んでいて、社長と話す時間があるならパソコンに向かっていたかった。それに奥の席でひたすらパソコンに向かっているような俺には、社長も用事はなかったようで、話しかけられることもほとんどなかった。そんな時、智之は社長に随分取り入っていたようだ。よく社長と話している姿を見かける。智之が俺に自慢してきた話によると、智之は社長と同じ大学出身で、すぐに気に入られたらしい。俺は市場規模1兆円のシステムのメンテナンスやアップデートの作業を担当し、忙しくしている。社長に作業内容を聞かれて答えたこともあったが、社長はあまり理解していない様子だった。この社長がどんな人か知らないが、大卒でない社員は見下してるし、気に入らない人間の話は聞かないという感じで、俺はあまり好きではない。俺が中卒だと智之から聞いたらしく、中卒でも正社員になれるんだな。俺だったら絶対に採用しないけどな。と、ニヤニヤ笑って言ってくるような人だ。まあ、社長と関わることなんてそんなにないし、給料がもらえればそれでいいと思っていた。それから数ヶ月後、俺が休憩室でコーヒーを飲んでいると、智之が近づいてくる。この頃には、智之の本性が分かっていたし、俺は距離を置くようにしていたのだが、智之は俺を見下して優越感に浸っている節があり、よく話しかけてくるのだ。お前そろそろこの会社には用済みじゃね？いきなりそう言われて、俺は思わず苛立った。は？どうして俺が？用済みというのなら、大した仕事もしないで社長の腰巾着をしている智之の方じゃないのか。いつもは智之に言われておけばいいと思っているが、さすがにこの言葉には頭にきた。するとその瞬間、休憩室のドアが開く。ここにいたのか。そう言って入ってきたのは社長だ。俺と智之は社長室に呼ばれた。また何か新しいプロジェクトだろうか。智之と組んでやらされると手柄を持っていかれそうだし面倒だな。そう思って社長の言葉を待つ。すると社長の口から出たのはとんでもない言葉だった。お前、中卒だったよな。あ、はい、そうですが。俺は社長の言葉にうなずく。社長は俺を見てニヤニヤすると。中卒って負け組だよな。と言ってきた。俺が戸惑っていると社長は。中卒の負け組は首な。と突然言って笑い出したのだ。え、首？俺が思わず聞き返すと、俺の横にいた智之が笑い始める。ハヤト、お前いつまでこの会社にいるんだよ。前の社長は学歴なんか関係ないっていうタイプだったけど、今は違うんだぞ。やっぱり学歴は必要なんだ。ねえ、社長。智之が社長にそう言うと、社長も笑いながらうなずく。俺は頭に血が昇ったが、なんとか冷静に言葉を絞り出した。僕が担当しているスマホ決済のシステムは、社長は俺の言葉に笑う。問題ない。引率のエリートが公認だからな。うちの社員は学歴が低すぎる。俺が社長になった以上、高学歴の社員を増やし、会社の売り上げも倍増させるんだ。お前みたいな負け組、うちには必要ないんだよ。それに、あのシステムは、智之くんが中心に開発したそうじゃないか。お前がいなくてもどうにでもなるよ。その言葉に智之が続いた。まあ、ハヤトに花を持たせてやろうと思って。表向きはハヤトが開発したことにしてあるけど、社長には本当のことを伝えてあるからな。
お前の生い立ちがあまりにもかわいそうで、この会社にお前の居場所を作ってやりたかったんだよ。おかげで仕事もしやすかっただろ。つまり、実際には何の役にも立たなかった智之が、自分が開発したと社長に嘘を吹き込んでいたのか。しかも、俺のことを思って、表向きは俺が開発したことにしていると、手の込んだ嘘もついて。社長が智之の話を鵜呑みにしているなら、智之は優秀なエンジニアで、同僚の立場も考えられる優しい人間、とでも思っているということか。腹は立ったが、俺はだんだんとどうでもよくなってきた。むしろ、こんな会社こっちからやめてやる。俺は、後先考えずそう決意したのだ。そして俺は、精一杯の嫌味を込めて。わかりました。勝ち組と頑張ってくださいね。と言ってやった。俺はその日のうちに退職届を出し、会社を後にする。やってられるか。そう言いながら家へと帰った。俺は家に帰ると、ようやく冷静さを取り戻す。明日からどうしよう。俺は今更そう思ったのだ。でも、もう戻れない。俺はパソコンを開いて転職サイトを見ることにした。そこで、ふと気になって、前の社長の名前を検索してみる。前の社長、荒木さんは退職後にアパレル関係の会社を立ち上げたらしい。俺は荒木さんの SNS を見つけ、ダメ元でメッセージを送る。すると、なんと一度会って話がしたいと返信が来たのだ。翌日、俺は荒木さんとの待ち合わせ場所に向かう。ハヤト君、連絡をくれてありがとう。荒木さんはそう言って、親しげに話しかけてくれた。俺は会社を辞めた経緯を話す。荒木さんは、そんなことがあったのか。あいつバカだな。と新社長のことを笑った。実は、新社長を担ぎ上げる派閥が出てきて、荒木さんは社長を退任することになったのだそうだ。今更事実を知って驚いた。俺は荒木さんが社長の方が全然良かったですけどね。ため息をつきながら言うと荒木さんは笑う。だったら、うちの会社に来てくれよ。やりたいことをやってはいるものの、どうもいいエンジニアがいなくてね。開発したいシステムがあるんだけど、うまくいってないんだ。俺には願ってもないことだった。詳しい話を聞き、俺は荒木さんの会社に転職することとなる。転職してからは充実した日々を送っていた。すると、ある日大きなニュースが舞い込んでくる。ハヤト君、あいつらやっちまったみたいだな。そう言って、ネットの記事を見せてきたのは荒木さんだ。そこには、前の会社が倒産するだろうという記事が書かれている。こうなると思っていた。俺が退職してから、あのスマホ決済のシステムは、ろくなメンテナンスがされていなかったのだ。表向きは不具合の修正としてアップデート情報なども出していたが、一向に解消されない不具合もあり、さらに、クレジットカード情報が流出するという事故もあった。俺の後任の引率エリートがどんな人かは知らないが、学歴だけで実績もない人だったんじゃないかと思う。智之だって、システムの内容を理解していなかったし、まともにメンテナンスできる人間がいないなんて、倒産に追い込まれたって仕方ないだろう。そう思っていると、智之から俺のスマホに着信があった。最初は出なかったのだが、何度もかかってくるので、とりあえず出てみることに。すると、ともゆきが慌てた口調で言ってくる。ハヤト、今どこにいるんだ？会社が大変なことになってる！今すぐ来てくれ！俺はため息をついた。は？何言ってるんだよ。俺はクビになった身だ。今さらどうしろって言うんだ。俺は休憩室で電話をしていたのだが、荒木さんが入ってきて、電話を代わるようにジェスチャーする。俺がスマホを渡すと、荒木さんが、ハヤト君に話があるなら、社長を連れてこれから言う住所に今すぐ来い。という。そして、
荒木さんは会社近くの喫茶店に俺を連れ出した。しばらくすると、智之と社長がやってくる。荒木さんがいることに驚いていたが、今はうちの社員だからな、立ち会いをさせてもらう。と言って同席してくれた。社長は、お前のシステムがポンコツだから、うちの会社は倒産寸前だよ。これだから中卒になんて仕事をさせるべきじゃなかったんだ。今すぐ何とかしろ。と言ってくる。俺は静まっていた怒りが込み上げてきた。何言ってるんですか。そもそも、あれは智之が開発したことになってるんですよね。ま、手に負えなくなって社長に本当は俺が開発したって白状したんでしょうけど。それで俺に責任をなすりつけようってことですよね。智之も自分が開発したなんて大きな嘘つくのならそれなりの勉強でもしろよ。お前ごときがあんなシステム開発できるわけないし、それすらも見抜けなかった社長もおかしいけど、ついた嘘を本当にできるくらい勉強していれば、こんな大事にはならなかっただろう。荒木さんは厳しい顔つきで俺の隣でうなずいているが、智之と社長は俺を睨むだけだ。智之の行動は図星だったのだろう。俺を睨む目つきが一層きつくなる。俺をクビにしたのはあんただし、勝ち組のエリートが俺の後任でしたよね。それはどうしたんですか？システムのメンテナンスもできないんですか？エリートなのに？ま、どうせ学歴だけのポンコツだったってことですよね。俺はそう言って笑うと社長は唇を噛み、あいつは後任に任命したが最終的にそんな責任負えないとか言って会社に来なくなったよ。と悔しそうに叫んだ。俺と荒木さんは笑うしかなかった。俺は中卒の負け組なんで、あんたたちの勝ち組の会社とはもう関わりたくありません。そっちだって、俺みたいな負け組に頭下げたくないでしょ。そう言うと、荒木さんも笑って口を開く。ハヤト君の言う通りだ。お前は俺のことも負け組だと言って会社を追い出したんだ。その結果が倒産とは、大した勝ち組だな。荒木さんが席を立ったので、俺もそれに続く。そういうことなんで、せいぜい頑張ってくださいね。そう言って喫茶店を出た。それから一週間後、案の定あの会社は倒産。賠償請求などもあり、相当な負債を負っているようで、荒木さんの話によると、会社の資産はもちろん、社長は家も売却したそうだ。智之は今回の件で婚約者に婚約破棄されたとかで、泣きながら謝罪の電話が来た。智之は嘘をついていたこともあり、会社から損害賠償を請求され、倒産する前にクビになっていたらしい。まあ、今更謝られても、しょうがないし、どうでもいい。俺は、荒木さんの会社で新しいシステムを開発し、今、そのシステムが普及している。俺はますます仕事にやりがいを感じているところだ。おい、また後輩いびりか？俺は部長にそう言われて、後輩を指導していた手を止める。いえ、書類の間違いを指摘していただけです。そう答えると、後輩がわざとらしく泣きついた。部長、僕の教育担当を変えてくれませんか？僕がエリートだからって、三浦さんのあたりが強いんですよ。また始まった。もううんざりだ。お前らまとめて復習してやる。俺の名前は三浦。30歳の会社員だ。俺は今、商品開発部に所属している。うちの会社はもともと、レトルト食品などを製造販売しているのだが、近年、世間での防災意識が増していることから、保存期間が長く、美味しく食べられる非常食に力を入れている。俺は震災を経験していて、
温かいご飯が食べられた時に涙が出るほど嬉しかったことを覚えているのだ。だからこそ非常食でも温かいものをと考え開発したのが紐を引っ張るだけで非常食を温かくする技術だ。もともとあった技術を非常食にも使えるよう改良しようとしていたが、ちょっと見方を変えただけで全く別の技術が完成した。これの開発に煮詰まった時、気分転換に飲みに行ったのが俺の親友で同級生の大石。自分で会社を立ち上げていて、俺とは違う考え方を持ったやつだ。だからこそ一緒にいて面白い。それに違った見方ができるのだ。直接的なアドバイスをされたわけではないが、大石の話の中に開発のヒントがあったというわけ。そしてこの技術は特許を取ることができたのだ。ただこれを特許申請しようとしたとき、部長の林に、そんなもんで特許なんか取れるかよと馬鹿にされ突っぱねられた。林は40代で、親が地方議員でお坊ちゃまらしく、大学も有名大学を出ている。だからなのか人を見下す態度をよく取るのだ。俺は地元の大学を出ているのだが、どこの大学だよと馬鹿にされたこともある。そんな林が可愛がっているのが部下である北川。俺の5歳年下で、北川の親は地主らしく、林の親と関わりがあるそうだ。お坊ちゃま同士馬が合うのだろう。北川も有名大学を出ているエリート。俺は北川の教育係になっているのだが、まあ生意気なことこの上ない。しかも部長の林を味方につけているので、仕事も襟好みをし、面倒な仕事はやらないという強者である。ただエリートだという割には、何度言っても同じ書類を間違えるので、俺も何度も同じ注意をしている。しかし注意をしていると林がやってきて、また後輩いびりかと言ってくるのだ。だったらあんたが指導しろよという言葉が喉まで出かかっているが、もちろん言えるはずはない。この仕事は好きだが、この環境は気が重い。そろそろ転職先でも探そうかとも思っている。そんなある日、事件が起こった。俺が開発した商品に大手企業が目をつけたのだ。そこは防災用品を扱う企業で、非常食を温かくできるというのは利用者に寄り添っていて絶対に売れると大口の契約を申し出てきた。これを聞きつけた北川は、これ俺の開発ですよねと言ってきたのだ。何言ってるんだと思っていると林がやってくる。さすがエリートだよ。大口契約に至ったのは北川の開発のおかげだな。商品化したのは北川が入社してしばらくした2年前だが、技術開発自体は4年前の話だ。俺は北川が新人で入った時からの教育担当なので、商品化の時に簡単なコピー取りなどは手伝ってもらった。でも商品開発自体には全く関わっていない。しかもその時俺は林に報告しているし、そんなもんで特許が取れるかと馬鹿にされている。林はそのことも忘れたのか。まあ林にとっては俺も北川も部下だし、部下が開発した商品が大口契約に至ったとなれば鼻が高い。同じ部下という立場なら、何かと気に入らない俺よりも自分が可愛がっている北川の方がいいと言ったところだろうか。しかしそれだけならまだ俺も黙っていられたのだが、数日後には北川が、これ特許申請しますね。ああ、三浦さんは手を出さなくていいですよ。サンリオ大学出身の三浦さんには特許申請はちょっと難しいと思いますし、と言ってニヤニヤ笑った。は？お前何言ってるんだよ。俺は思わずそんな言葉を発した。周りの従業員も俺の言葉に振り向く。すると北川はしょんぼりし始め、三浦さんまた後輩いびりですか？
もう俺、三浦さんと同じ空間にいるの耐えられませんよ。と、泣き真似を始める。他の従業員も北川の演技には気づいているし、誰も気にしていないのだが、林が駆け寄ってきた。三浦、お前はまた北川をいびってるのか？違いますよ。と、口を開いた瞬間、北川が割り込んでくる。俺の開発を特許申請するって言ったら、三浦さんが大きな声で威嚇してきたんです。俺は、威嚇はしていない。ただ、それは俺が開発したものだ。と反論すると、林は笑った。三流大学しか卒業していないお前に、こんな開発ができるはずないだろうが。部下の特許を横取りか？北川はしょんぼりした演技で、開発者は僕なのに、とぼそっと言った。林は完全に北川の肩を持つ。そうだよな。北川が三浦みたいな三流に負けるわけないだろ。そして林は俺に向かって、お前明日までに始末書書いてこいよ。と言った。始末書ですか？思わず聞き返すと林は、当たり前だろ。後輩の手柄を取ろうとするなんて、始末書で済ませてやるだけ感謝しろ。と俺を睨む。周りはひそひそと話をしているが、表立って俺をかばう者はいない。まあ、林は地元の権力者の息子だし、林に睨まれて親のコネを使われたら、地元で生活するのも大変になるかもしれない。そう思ったら、誰も林に何かを言うなんてできないよな。みんなは俺が開発したものだと知っているはずだけど、ここで声を上げる人がいないのは仕方のないことだ。俺は肩を落としてデスクに戻る。周りからの気の毒だという視線に耐えられず、俺は定時になるとすぐに退勤した。俺は親友の大石に話を聞いてもらうことにした。気兼ねなくこんな話ができるのは大石くらいだったのだ。大石は、お前の部長って何にも知らないのか？と驚く。前に特許についての話はしたんだけど、何も話を聞いてくれなかったからね。俺は社長に直接話をしたんだよ。俺はそう説明をした。大石は呆れた顔で、部長の自業自得ってことでいいんじゃないの？と言う。確かにその通りだ。俺が我慢することなんてない。それに始末書までかけと言ったのだ。そんな人の元で働く気にはもうなれない。俺は決心を固める。翌日、俺は名前だけ書いた始末書を林に渡した。俺が始末書を書く必要なんてないですよね。何も悪いことしていないんだから。出せと言われたので、とりあえず名前は書いたが、始末書を書くこともバカらしく思えて、結局名前以外は何も書かなかった。当然林は、どういうつもりだ？と激怒。しかもその始末書を破り捨てた。別に俺はそれでも構わない。俺は、あなたの元で働くのはもうたくさんです。やめますね。と林に宣言。は？やめる？林はそう言って笑い始めた。腰巾着のように一緒にいた北川も一緒になって笑う。北川は、三浦さん、ここ辞めてどうするんすか？三流大学出身で転職なんてろくな会社入れないですよ。と言うが、俺は首を横に振った。それでもお前と仕事するよりマシだよ。林は、そうか、じゃあ今すぐ帰れ。もうここには来なくていい。と言うので、俺は用意しておいた退職願いを提出。林は俺に耳打ちしてきた。あの特許は北川に申請させるよ。三流大学卒が開発したなんて表に出たら、うちの会社の株が下がるだろ？エリートの北川が開発したとなれば、周りの見る目も違う。後のことは我々に任せろ。と言ってにやりと笑う。俺にわざわざ言うってことは、自分たちが勝者だ、とでも思ってるのだろう。横取りしたのは自分たちだという自覚はあったんだな。
俺が辞めると言わなくても退職に追い込むつもりだったのかもしれない。邪魔者がいなくなればやりたい放題だもんな。でもそれで終わると思うなよ。俺はにっこり笑って、はい、お任せします、お世話になりました、と言ってやった。翌日、俺は久しぶりに家でゆっくりしていた。すると俺の携帯が鳴る。ここまでは予想通りだ。林か北川が電話してきたのだろう。そう思って俺はしばらく無視をしていた。会社で起こっている事態は予想できたが、それに関わるのは面倒だと思ったからだ。無視していればそのうち鳴らなくなるだろう。サイレントモードにして携帯を気にしないことにしたが、2時間後にふと携帯を見て驚いた。なんと着信の相手は社長で、しかも何十回もかけてきていたのだ。さすがに社長からの連絡に折り返さないわけにはいかないか。そう思っているとまた着信が来たので、俺は電話を取る。三浦君、どういうことだ、と慌てている社長。朝林君がやってきて君が辞めたと報告を受けた。しかも北川君が特許を申請したいと言うから、どういうことかと思ったら三浦君が特許を取った技術を特許申請したいと言うじゃないか。林君にはすでに三浦君が特許を取得したことを伝えた。目を丸くしていたが、林君は何も分かっていなかったということか。社長は相当焦っているのだろう。俺を一気にまくし立てる。俺は、あの時社長にご相談させていただきましたが、林部長は僕なんかが開発した技術で特許なんかが取れるわけないと突っぱねたんです。それで社長に相談し特許を申請しました。そしてその特許技術を使って開発した商品が大企業との大口契約が決まった。その瞬間、北川が自分が開発した技術だから特許申請をすると言ってきたんです、と経緯を話す。林くんと北川くんは手を組んで君の手柄を取ろうとしたということなのか。社長がそう聞いてきたので、俺はそういうことだと思います、と答える。社長は大きなため息をついた。申し訳ないが、一度話し合いの場を持たせてくれないか、と会社に来てほしいと言われた。それなら俺もあいつらの思惑が外れて意気消沈している顔でも見てやろうと会社に向かう。社長室に入ると社長の他に林と北川もいる。二人は青ざめているので状況を理解したようだ。社長は複雑そうな顔で俺を見る。俺は、社長、特許申請をするとき会社との契約書の中に会社が職務発明の特許を受ける権利を有することは明記されていませんでした。ですから社長は、私がこの会社で働く限りこの特許の使用を許可してほしいとおっしゃいましたよね。特別ボーナスも出していただきましたし、私はこの会社にいる限り独占的に会社が使用できるようにしました。ですが私が退社したとなるとこの技術は使えません。つまり商品が作れなくなるということです。大口契約の件はどうするんでしょうね、と言うと林と北川は目を見合わせて青ざめる。社長は、三浦君の言う通りだ。三浦君が辞めたらうちはあの商品を作れない。大口契約もなくなるどころか信用問題につながるだろう、と厳しい顔をする。社長は続けた。でもこれは私の責任だ。三浦君の思う通りにしてもらって構わない、そう覚悟を決めた顔で話す。そこで林がようやく口を開いた。三浦、お前俺らをはめたのか。北川も一緒になって俺を責める。ひどいですよ、俺が恥をかいたじゃないですか。俺はため息をついた。北川が恥をかいたのは俺のせいじゃない。お前が人の開発した技術を自分が開発したとかふざけたことを言い出したからだ。自業自得なんだよ。そう言うと北川は俺を睨む。そこで林が口を挟んだ。お前が特許申請をしたと私に報告すればよかっただけだろ。
上司に報告もできないなんて、本当にお前は仕事ができないやつだな。社長は、林くんと声を上げる。俺は林に向かって言った。私が技術開発をした時にも部長は見下していましたよね。人のことを三流大学卒は何もできないとか散々言っていたじゃないですか。相談した時にもそんなんじゃ特許は取れないって言いましたよね。忘れたとは言わせませんよ。社長は俺の言葉にうなずく。そうだ、三浦君はそれでわざわざ私に直接相談に来たんだからな。北川は、でも大口契約が決まってるんだからまさか特許を使わせないなんて言いませんよね。いくら三流大学卒の三浦さんだって、それがこの会社にとってどんなに大変なことかくらいわかるでしょ？と言ってきた。なんだこの空気の読めない奴は。俺は驚きながらも。いや、確かに社長に恩はあるが、お前と部長が俺の技術を横取りしようとしたことを許せるはずがない。それに、お前たちが今まで俺にどんな言葉を浴びせてきたと思ってるんだ。この場でも三流大学とかいうお前の神経がわからないよ。と言い返す。そこへ林が口を出してきた。特許を取った時に特別ボーナスももらったんだろ？十分じゃないか。お前は金の亡者なのか？その言葉に俺はブチ切れた。どの口が言うんだよ。あんたたちだって特許を申請して通ればボーナスでも入ると思ったんだろ？どうせあんたたちで山分けでもする気だったんだろうけど、思い通りになんかさせるかよ。林は俺の言葉に逆切れをしてくる。お前、上司に対してなんだその態度は。俺はすぐさま反論した。あんたはもう上司でも何でもない。全部あんたの自業自得だ。悔しかったら俺よりもすごい技術開発してみろよ。エリートのあんたたちならできるだろ。すると北川が、ああ、やってやるよ。あんたにできて俺にできないことはないんだよ。この会社を繁栄させるのはエリートの俺だ。と言い出した。すごい自信だな。と思っていると社長が口を開く。それは無理だよ北川くん。え？北川も林も社長を見る。君たち二人は解雇だ。と社長が言い放つ。会社に多大な損害を与えておいてただで済むはずないだろ。社長が厳しい口調で言うと林と北川はその場で青ざめた。解雇だなんてそんな、と林が情けない声を出す。そんなの困ります、と北川も自分勝手なことを言う。俺がエリートならエリートらしく仕事や振る舞いもしっかりしておけばよかったな、と言うと林も北川も泣きそうな顔でうなだれた。その後二人は追い出され、社長は俺に、本当に申し訳ないことをした、と謝ってきた。話し合いの結果、特許の使用は継続し、相応の利益を支払ってもらうことになったのだ。林も北川も、実家は会社のすぐ近くなので、会社をクビになったことが近所でも噂になったらしい。林は実家の隣に家を建てて住んでいたそうだが、あまりにも近所から好奇の目で見られることに耐えられず、実家から出て行ったそうだ。奥さんとは離婚。慰謝料を支払うために転職活動をしているそうだが、うまくはいってないらしい。北川は実家に引きこもってしまったようで、誰も北川の姿を見ていないという。北川の家の近くでも噂が回っているので、ほとぼりが冷めるまでは出てこないかもしれない。その後社会復帰できるのかも怪しいところだ。現状を教えてくれた社長とは時々連絡を取っているし、いい関係を築いている。俺はというと会社を辞めて大石の会社に転職した。大石は前から俺を誘ってくれていて、あの時会社を辞める決意ができたのも大石のおかげだ。今は嫌な上司も面倒な後輩もいなくて楽しく働けているし、新しい技術開発に没頭している。大石は俺の力を認めてくれているので、俺は必ずこの恩を返していこうと思う。
中卒が何しに来た？俺の歓迎会のはずなのに、上司のエリート部長はそう言い放つ。その瞬間、俺の堪忍袋の尾が切れた。こいつ、絶対許さねえ。俺の名前は富岡優太。半年ほど前、俺が勤めていた会社の社長が夜逃げし、突然無職になった。経営が苦しいのは知っていたが、みんな仲のいい会社だったし、社長から裏切られた気分でいっぱいだった。当時、息子が生後5ヶ月で、妻は出産を機に仕事を辞めて専業主婦。妻の前では、すぐに次の仕事が見つかるから心配するな、と強気に振る舞っていたものの、俺は不安だった。倒産する直前の給料は未払いだし、貯金は多少あるが、あまり手をつけたくない。焦りながら就職活動をしていると、俺は今の勤め先である野村ギャラクシーの求人を見つけた。野村ギャラクシーは地元を代表する会社で、従業員数は100名ほどだ。元の会社のライバル会社であり、求人内容も俺が今までやってきた仕事と似ている。普通なら飛びつきたくなるような好条件だが、俺はあまり気が進まなかった。実は、この会社の社長は、俺の父親なのだ。俺が小さい頃、両親が離婚し、俺は母に引き取られたから、父とは名字が違う。父は仕事が忙しく、ほとんど会ったことはない。そんな父に頼るのは恥ずかしいと思った。それでも、こんな好条件を逃すのは惜しい。妻と子のため、俺は、自分の意地を捨てた。そして、社長面接で、父と対面し、ざっくばらんに話した結果、父と和解することができた。その時、父からある提案をされ、俺はそれを承諾。自分の身分を隠し、ただの中卒社員として入社することになったのだ。この会社、中途採用者には3ヶ月の試用期間があって、俺は、商品を検品する管理部に所属した。お前中卒なんだって？うちの会社に入れたのはなんで？初日、俺が挨拶をすると、管理部の部長である阿部から、いきなりぶしつけな質問をされた。俺は驚いて、採用面接で気に入っていただいて、とだけ答えた。ああ、お前は口だけはうまいやつってことね。おかしいと思ったんだよ。なんで中卒ごときがうちの会社に入れたのかってね。嫌な笑いを浮かべながら、阿部はしきりにうなずく。事前に知事から聞いていたのだが、阿部は学歴で人を見下すことがあるらしい。初日からその洗礼を浴びるとは思わなかったが、それ以降の阿部は、もっと露骨だった。おい中卒、試用期間なんだから必死で働けよ。こんな優良企業にお前ごときが勤められるなんて奇跡なんだからな。中卒なんて俺の権限でいつ辞めさせても何の問題もないし。俺を断るごとに馬鹿にしてきたのだ。富岡さん、気にすることはないですよ。阿部がその場を離れると先輩社員がフォローしてくれた。そうそう、ムカつくと思うけど、この会社に残りたいなら我慢するしかないよ。他の社員が相槌を打つ。やはり上司に逆らうのはまずいですか？俺が聞くと先輩社員たちは顔を見合わせる。違うんだよ。どうせ年明けには移動するし、もうちょっとの辛抱だってことさ。え、どういうことですか？先輩社員はここだけの話だぞと俺に話し出した。阿部部長は次期社長の座を狙っているみたいでさ。実績と派閥を作ろうと躍起になっているんだ。え、派閥を作りたいのにあの態度ですか？意味がわからず聞き返すと、先輩たちは声を上げて笑い出した。阿部は俺だけでなく、自分以外はみんなバカという感じで、他人をよく見下すのだ。そんな態度の人間に誰がついていこうというのか、人望が全くない。それと、阿部は一流企業を受けたんだが、あの性格だろ？軒並み落ちたらしいぞ。一流企業の面接官は、あの傲慢な性格を見抜いたんだよ。うちの会社の社長は、
コロッと騙されたがな。俺は、はははっと引きつった笑いを浮かべる。その社長が、俺の親だとはとても言えない。とにかく、安倍部長はな、管理部なんかじゃなく、もっと出世しやすい部署に移動したいんだよ。でも、なかなか移動ができない腹いせに、富岡君に八つ当たりしているんだと思う。でも、年明けの人事異動でいなくなるだろうから、それまで我慢すれば大丈夫さ。安倍部長が社長になることはありえないと思うが、年明けの移動くらいはありえそうだろ？そういうことだったんですか。それで皆様を我慢していたんですね。こうして俺は管理部社員たちが安倍のパワハラを我慢している理由を知ったのだが、それでも毎日いびられ続けるのは面白くない。中卒なんて最低だな。底辺の家庭で育ったんだろ？どんな人間か、親の顔を見てみたいものだ。俺が反論しないからか、ストレス解消とばかりに、安倍部長の言葉はきつくなっていく。富岡、もう少しの辛抱だ。他の社員たちに慰められ、なんとか無事に、俺は3ヶ月の試用期間を終え、正式採用になった。仲のいい社員が中心となって、俺の歓迎会を開いてくれることになっている。俺はほっとしていたのだが、ここで大問題が発生した。ある朝、激高した安倍が俺に詰め寄ってきたのだ。富岡、お前何をやったんだ？なんでお前が商品開発部に異動なんだよ。は？俺は寝耳に水で驚いた。今部長会議で商品開発部にお前が移動する話を聞いてきたんだ。企画書を出していたとか、どういうことなんだ？企画書、あ！俺はやっと理由が分かった。管理部に配属にはなったが、前の会社で商品企画をしていたこともあって、俺は商品開発部の部長から、よかったら個人的に企画書を出してみないか、と誘われていたのだ。何度か面白そうなアイデアを思いつくたび提出していたら、商品開発部の部長からうちに欲しい人材だと言われたらしい。なんで富岡ごときが、お前なんか中卒のくせに。安倍は捨て台詞を吐き言ってしまった。ちなみに後からこっそり父に聞いたのだが、安倍は自分の方が商品開発部の部長にふさわしいと、父に直談判していたそうだ。父の返事は、試しに商品の企画書を出せ、で、安倍は得意げにいくつか企画書を出したらしい。ところが、全く使えない企画書ばかりで、父は、自分でいい商品のアイデアを出せない商品開発部長なんて、ダメだ、と、却下したらしい。逆に俺は企画書が評価されて異動が決まったわけで、安倍は中卒の俺が評価されたことで著しくプライドが傷つけられたようだ。こうして安倍との関係はかなり険悪になった。そんな時、前の会社の社長から連絡があった。夜逃げして申し訳ないという謝罪と、なんとか未払い分の給料は確保できたから振り込むという連絡だった。社長は借金で資金繰りがショートし、辛くて逃げ出してしまったそうだ。でも時間が経つにつれ、俺たち従業員に申し訳ないと、なんとか未払いの給料を払おうと奮闘していたらしい。俺はようやく今までのわだかまりを消化できた気がした。それからまた数日、俺は安倍から大量の仕事を押し付けられ、別室で残業していると、帰り支度をした一人の社員から声をかけられた。あれ、富岡くん、今日の主役がまだ行かないのか？歓迎会はもう始まる時間だぞ。俺はびっくりした。安倍部長から日時が変更になったって言われましたけど。いやいや、変更なんてなってないぞ。なんと安倍は、俺に嘘をついて、
歓迎会に行かせないようにしたのだ。今すぐ行きます。俺は慌てて会社を出た。歓迎会は結局管理部と商品開発部の合同で会社近くの大きな居酒屋で行われることになっていて、到着した時にはすでに開始時間は過ぎていた。中へ入ろうとするとちょうどトイレから出てきた阿部とぶつかる。もう顔が赤い。かなり飲んでいるようだ。富岡、お前仕事終わったのか？中卒が何しに来た？帰れよ。俺の歓迎会のはずなのに、阿部はそう言い放つ。今日は俺の歓迎会ですよね。なんでわざと変更になったとか仕事を押し付けたりするんですか？偶然先輩から声をかけてもらわなかったら気づきませんでしたよ。は？そんなのちょっとした冗談だよ。引っかかったお前が間抜けすぎるだろう。そんな冗談、悪質すぎます。やっていいことと悪いことがありますよ。俺が阿部部長に詰め寄ると、阿部は肩をすくめた。中卒はすぐに切れるから面倒だな。頭が足りないから、口で勝てないと手を出そうとする。そうだ。お前を育てた底辺親の間抜け顔が見てみたいな。どうせ同じタイプだろ？その瞬間、俺の堪忍袋の尾が切れた。こいつ、絶対許さねえ。俺の親の顔が見たいって言いましたね。俺はスマホを取り出し、操作をする。個室の中で着信音が鳴った。相手が出た瞬間、俺は、親父？いや、社長。部下が呼んでるよ。今、廊下にいるから出てきてよ。と、話し出す。ゆうた、呼んだか？少し間があって、個室のドアが開き、この会社の社長が顔を出したのだ。え、いや、社長？どういうことだ？阿部部長は驚いて目を白黒させた。俺はその老婆っぷりに笑いがこみ上げてくる。どうもこうも中卒の底辺親の間抜け顔が見たいんですよね。俺の父親ですよ。俺の言葉を聞いて父の目が鋭くなった。阿部君、私が底辺親だというのはどういうことか説明してもらえるかね？おい、冗談はやめろ。社長が富岡の親って嘘だろ？名字だって違うじゃないか。阿部は父の質問には答えず、俺に小さい声で確認してくる。直接父に弁解する勇気がないから、時間稼ぎをしているのかもしれない。父と母は離婚していますから。顔だって全然似てないだろ。俺は母になので。あ、母は実家にいるので、呼ぶと時間がかかります。父だけで十分ですよね。俺がにっこり笑って皮肉を言うと、阿部部長はものすごい形相で睨みつけてきた。で、ゆうた、これは一体どういうことなんだ？痺れを切らした父が俺に聞いてきたから、俺は阿部とのやりとりをすべて話した。父はどんどん不機嫌な顔になり、阿部は顔面蒼白だ。それに、さっき父が顔を出した時から、個室の引き戸が開いたまま。中の社員たちは、え、どういうこと？富岡急な体調不良で不在って話じゃなかったの？阿部部長が嘘をついたらしいぞ。などと、俺たちのことを話している。すべてを聞き終わると父は、大きくため息をついた。阿部君はゆうたに帰れと言ったようだが、帰るのは君だよ。今日は歓迎会でゆうたが主役だ。この場にふさわしくないのはどっちかね？父の言葉に阿部は悔しそうに唇を噛む。そうだな。朝一で社長室に来るように。今後の進退を話そう。父が続けて言うと、阿部はギリギリと音が出るほど歯を食いしばって、
一度中に入ると、自分の上着を掴んで外へと飛び出していく。さあ、主役の登場だ。飲み直そう。一旦場はしらけてしまったが、父の鶴の一声で、俺は温かく迎え入れられ、歓迎会に参加できたのだ。翌日、俺も朝一で社長室へと呼び出された。社長室には、父と俺と阿部、それから商品開発部の部長が揃った。社長、私は悪くありません。そもそも中卒が会社にいるのが悪いのです。社長は中卒のご子息をコネ入社させたんです。これは株主総会で報告したら大問題になるのでは？すると、阿部は開き直って脅してきたのだ。これには俺も父も驚いた。確かに俺は社長の息子ですが、普通の社員と同様に採用面接をし、試用期間で認められて正社員になったんです。他の社員たちに認められたのも、商品開発部から引き抜きをかけられたのも、社長の息子だからではありません。そうだな。すべては息子が自分自身の力で努力した結果だ。阿部君はどうだ？ものになるような魅力的な企画書は書けたのか？ふっと商品開発部長が鼻で笑った。実はこの開発部の部長は、自らもヒット商品を作り上げる凄腕の開発者なのだ。まさに開発部長としてふさわしい人物だった。父はさらに続ける。それと、悪いが株主は私の身内だ。俺の両親や別れた妻と、それから息子、ゆうとも株主だぞ。阿部君の思う通りにはならない。むしろゆうとは一人息子だし、いつかは会社を継いでほしいと思っていたからな。株主たちだって、ゆうとの就職は大賛成だったよ。そう、大企業と違って、所詮は地元の優良企業だから、株主はほぼ親族で固めているのだ。父は再婚していないから、子供は俺一人。俺がただ、父とは気まずいからと、父の会社に入るのを拒んでいたが、父はずっと、俺が入社してくれないかと望んでいたそうだ。そんな。阿部は、きっと自己弁護の切り札を一生懸命考えてきたのだろうが、当てが外れてしまった。さっきまでの勢いが消え、震え出した。そこへ父が咳払いをして話し出す。阿部君、実は息子は中卒じゃないんだ。君の本性を暴くために一芝居打ってもらったんだ。どういうことですか？父は俺を採用した時、ある相談を持ちかけてきたのだ。それは商品管理部の阿部部長の正体を暴いてほしいということだった。父は阿部のことを有名大卒のエリートで出世欲があり、がむしゃらに仕事をする男だと好意的に思っていた。だが、社内の匿名アンケートでの阿部の評判は最悪で、ひどいパワハラ男というもの。父はもしかして阿部に問題があるのでは、と考え始めた。それでちょうど身内である俺に阿部の正体を暴くための相談をしてきたのだ。俺も自分の身分を隠したかったからちょうどいいと了承した。阿部部長は学歴の低い人間にパワハラを行うと聞いていたので、中卒だと身分を詐称させていただきました。本当は俺、大卒なんです。俺はそう言って自分の出身大学の名前を出す。俺の母校より優秀なのかよ。阿部の唯一の拠り所である学歴も俺に負けていると知って阿部はうめいた。それからパワハラの証拠しっかり集まりましたよ。もちろん全て父に報告させてもらってます。くそ。父の前でも阿部は態度を取り繕わなくなってきたし、もう破れかぶれなのかもしれない。父はそんな阿部を悲しそうな目で見つめた。阿部君は
今まで一言も謝っていないね。息子や今までパワハラをしてきた社員たちに謝罪して、もう一度やり直そうと思わないのかね。父は安倍を採用した自分の目が節穴だったことを恥じ、それでも、もし安倍が心を入れ替え真面目に働くようなら、チャンスを与えたいと言っていた。謝ったところで何か変わるんですか？例えば謝れば次期社長になれるんなら、土下座でも何でもしますよ。しかし、安倍はそんな父の思いを踏みにじる。この人には何を言っても無駄なんだな、と俺は思った。安倍部長、あなたはなんで社長になりたいんですか？俺は静かに語りかける。お前はバカか。社長になれば名誉も金も手に入るだろうが。安倍は当たり前のように言うが、俺はそう思わなかった。社長になったら、地位に見合った責任も負うんですよ。あなたは自分の利益だけ。社員の生活を守る覚悟なんてないでしょ。そんなあなたに誰がついていきたいと思うんです？俺は前の会社の社長を思い出す。一度は逃げたが、逃げ出したことを謝罪し、未払いだった給料を払ってくれ、さらに退職金も振り込んでくれた。人間だから失敗することもあるが、それをどうやって挽回しようとするのか、人間の器が試されると思う。安倍はどう考えても社長の器ではないし、そもそも部長という役職もふさわしくない。俺が拙い言葉ながら説明すると、父と商品開発部の部長は静かにうなずいてくれた。安倍はうつむいて黙り込んでいる。きっと、安倍には一生理解できないことなのだろう。その後、安倍は平社員へと降格になった。父の恩情だったが、安倍は退職届を出した。プライドが許さなかったらしい。一流企業への再就職を狙っているようだが、万が一採用されても、あの性格ではどこでやっていくのも難しいだろう。安倍からパワハラを受けて辞めてしまった元社員たちへは、会社から慰謝料が支払われた。俺はというと、商品開発部と管理部を掛け持ちという形で頑張っている。実際に商品を見た方が新しいアイデアも出るので、この役割が気に入っている。周囲には俺が社長の息子だとバレたが、普通に接してくれているのでとてもありがたい。これからもこの会社で頑張っていこうと思う。母さんが倒れた。仕事中にかかってきた兄からの電話は衝撃的な内容だった。一人暮らしをしている母は兄の近所に住んでいる。心配性の兄は時間があると母の様子を見に行ってくれている。そして今日、兄は仕事を終えて時間があったので実家に寄ったらしい。実家に向かう前に電話をした時はご飯を多く作っておくねと言っていたそうだ。なのに、インターホンは応答がなく、おかしいと思い、兄は鍵を開けた。すると、キッチンで母が倒れていて、兄は急いで救急車を呼んだという。私の名前は涼子。32歳で家電量販店の販売員をしている。父は5年ほど前に病気で亡くなり、実家には母が一人で住んでいた。私は残業が多く、職場に近い方がいいから、ずっと一人で暮らしている。実家までは電車で10分くらいなので、私も月に一度くらいは顔を出していた。ついこの間も実家に行って、元気な母の姿を見ている。それなのに、突然救急車で運ばれたと聞き、慌てて病院に駆けつけた。病院で兄と合流し、母の病室に入ると、しばらくして、先生が入ってきて、母が亡くなったと告げられた。原因は心臓発作だそうだ。現実が受け入れられず、呆然とする。でも悲しんではいられなかった。病気で亡くなった父とは違い、母が急にいなくなるなんて考えたこともなかったから、葬儀に関してもやることが多い。
なんとか葬儀を終えた頃には、私も兄もヘトヘトだった。その後、いろいろな手続きを兄と手分けしてやることにした。まずは実家に行って、母の荷物の整理だ。私は兄と実家に向かっていると、携帯ショップが見えてきた。そういえば、お母さんの携帯解約しないといけないよね。何が必要か聞いてこようか。後で電話して聞くこともできたけど、通り道なので寄ることにする。携帯ショップに着くと、何やら賑わっていた。よく考えたら、今は繁忙期だ。学割を大々的に打ち出しているショップで、店員も私たちを誰も見ない。学生じゃないと用はないってこと？ちょっとムッとしながらも、兄と店内に入った。案内係のような店員に声をかけられたので、解約について聞きたいのですが、というと、その女性店員は露骨に嫌そうな顔をする。あ、解約ですか？しばらくお待ちください。私よりも少し年下かなという感じだけど、なんだか失礼な態度だ。必要な書類を聞きたいだけだけど、ここまで混んでたら仕方ないか。私は兄と待っていたが、先ほどの女性店員が、学生を連れた親子に対してはペコペコしながら笑顔で対応しているのが気になった。確かに解約なんて売り上げにならないかもしれないけど、今まで使っていた顧客なんだから、せめて公平に案内してほしい。兄は、忙しそうだなぁと言って、自分のスマホで銀行の解約について調べていた。他の店員も忙しそうだし、案内係の女性は私たちを露骨に無視している。さすがに頭に来て、私はもう一度女性店員に声をかけた。母が亡くなったので解約したくて、書類だけ教えてもらえればそれを揃えて出直したいんですけど、どのくらいで対応してもらえますか？頭には来ていたが、こっちも社会人である。なるべく丁寧かつ簡潔に伝えた。すると、女性店員は、ああ、解約は本人が来てくださいね。免許証を持ってくればいいから。という。人の話聞いてた？と言いたいのを、ぐっとこらえた。ですから、母が亡くなったので、私たちが代わりに解約したくて。そこまで言うと、女性店員は眉間にシワを寄せる。だから、本人が来ないと解約はできません。あまりの言い分に私もカチンと来て、だから、亡くなったって言ってるでしょ？と言ってしまった。すると、女性店員は笑って、じゃあ骨でも持ってくれば？と言い、しっしっと追い払う仕草をする。これ以上ここにいても仕方ない。もういい。とりあえず帰ろう。兄も気分を害したようだ。私は彼女を睨みつけて、兄と店を出た。言い返そうとも思ったけど、ここは実家のすぐ近くだし、ご近所さんに見られでもしたら嫌なので、ひとまずこらえる。数日後、私たちは再び携帯ショップに向かった。月をまたいでしまうと、また基本料金がかかるし、なるべく早く解約したい。私は家電量販店で働いているから、同じ店の携帯担当に調べてもらい、必要書類を揃えた。うちの店では解約手続きはできないので、ショップに死亡診断書を持っていけば受け付けてくれるという。たまにお店で、どうしてここでは解約ができないんだってごねているお客様がいるけど、その気持ちが少しわかった。私も携帯ショップの違いなんて考えたことがなかった。まだ実家の片付けをしている途中なので、実家で兄と合流し、そのまま携帯ショップに向かう。他のショップに行くことも考えたけど、こっちが悪いわけじゃないのに、どうしてこっちが配慮しないといけないのかと思ったし、何より、他のショップは遠い。この前の女性店員がいなければいいなぁと思いながらショップに入った。しかし、案内係はまたあの女性店員だった。向こうは
私たちのことなんて忘れていたようで。この間伺ったんですけど、母が亡くなったので携帯を解約しに来ました。というと、私の顔を見た女性店員はぎょっとしている。必要書類を持ってきたのでお願いします。私がそう言うと、彼女は耳につけているインカムに手を当てた。ちなみにインカムとは小型の無線機の一種で、私も仕事中耳につけている。彼女は渋々といった顔で私たちをテーブルに案内する。きっと上司からテーブルに誘導するように指示が飛んだのだろう。他の人に受け付けて欲しかったけど、とにかく早く終わらせて帰ろう。そう思った途端、席に座った彼女は馬鹿にしたように笑った。この間言いましたよね。本人じゃないと解約できないって。お母様はどこですか？私には見えないだけですかね。なんだその態度。食ってかかる寸前の私を兄は制した。なんでと思ったが、兄は無表情で。本人を連れてきました。と言って、抱えていたバッグをテーブルに置く。女性店員は馬鹿にした表情のままそれを覗き込んだ。兄は無言でバッグを開ける。出てきたのは骨壺だ。女性店員はそれが何かわからなかったのか、怪訝な顔をして身を乗り出す。兄は骨壺の蓋を開けて、骨、ですけどね。と言った。次の瞬間、女性店員は、と言ってのけぞり、座っていたハイチェアから落下した。ものすごい音がして、それに気づいた他の男性店員が駆けつける。男性店員が慌てているが、女性店員は顔面蒼白で口を開かない。私は女性店員に向かって言った。そんなお化けでも見たような顔するの、やめてもらえます？もしかして遺骨見たの初めて？でも、骨でも持ってこいって言ったの、あなたですよね。すると、男性店員が頭を下げ始めた。どうやら、この男性が店長のようだ。私がこの間言われたことを話すと、店長は再び頭を下げる。店長に話をしていると、店内が混んできた。私は店長に、どうぞ、他の対応をしてきてください。解約だけだし、この人にさっさとやってもらえばいいだけですから、という。店長は戸惑っていたが、インカムで呼ばれたのか、女性店員にしっかりやるようにと厳しい口調で言い、他の案内をしに向かった。私は開けたままの骨壺の横に母の携帯電話を置いた。で、これ、解約したいんですよ。私がそう言うと、女性店員は慌てたように、ちょっとその骨早くしまってよ！という。しかし兄は、のほほんとしながら口を開いた。悪さするわけじゃないから大丈夫。別に喋らないし。それにほら、骨持ってこいって言ったのは、あなたですから。母にも見守っていてもらえますね。私はその言い方に笑ってしまう。すると、女性店員は私を睨んで、じゃあ、免許証を出してください。と言ってきた。誰の？私の？母の？私は母の免許証と自分の免許証を並べておく。死亡診断書と母が引き落としで使っていたクレジットカードも並べた。すると女性店員はそれを全部持って何も言わずにテーブルを離れる。私はそれを止めた。ちょっと、何の断りもなく持っていかないでくれる？何に使うの？あなたが免許証を出せって言うから出したけど、使用目的も言われてないんだけど。ああ、顧客情報の確認です。女性店員はぼそっと言い、戻ってこないので。それって私たちの目の前でやるんじゃないの？他の人はみんなそうですよね。コンプライアンス違反にならないの？と言ってやった。コンプライアンスとは日本語で法令遵守という。簡単に言うと、
うちの会社は法令や社会のルールを守ってますよとお客様に示すことなのだ。私もお客様の個人情報を扱うので、コンプライアンスに関しては日頃からうるさく言われている。個人情報の塊の携帯ショップなんてもっと厳しいだろうに、この女性店員は全く危機感を持っていない。そこにもイラッとしてしまった。でもコンプライアンスという言葉には反応してビクッとなる。彼女は持って行った個人情報を慌てて戻しに来て、代わりに契約情報が見られる端末を持ってくる。ちなみに兄はさすがに周りの目もあるので、骨壺をいそいそとしまい、女性店員を冷ややかな目で見ていた。女性店員は私たちの対応している間も、店に入ってくるお客さんを気にしているようで、なかなか話が進まない。そして、年間契約解除料がかかるので来月請求されます。と言ってきたが、私は職場の携帯担当からそれも免除になると聞いていた。契約者が亡くなった場合は免除になると聞いていますが、本当にかかりますか？すると彼女は慌てながら調べ始めた。私はため息をついてスマホを出す。携帯会社のホームページにある問い合わせのページを開き、公式回答を女性店員に表示した。女性店員は顔を上げて、あ、じゃあかかりませんね。と言い出したので、私はカチンと来た。は？何ですかその言い方。思わず言ってしまうと、彼女は睨んできたが、私は続ける。自分の知識不足なんだから、睨まれる筋合いはありません。それと、さっきから他のお客さんを見てますけど、失礼じゃないですか？これも、私の職場の携帯担当から聞いたことだが、販売員の営業成績になるのは、新規のお客を獲得した時らしい。だからって、それ以外の客にこんな態度を取るのは論外だ。私はなるべく冷静に続ける。こっちをクレーマーみたいに思ってるようですけど、違いますからね。あなたがさっさと確実にこの解約業務をしてくれればいいんです。ずーっと思ってますけど、あなたの態度ひどすぎますよ。ただ解約をしたいだけなのになかなか終わらず帰れないことに苛立って、ついつい強い口調で言ってしまった。冷静になるとちょっと申し訳なかったかなと思う。でも、私は女性店員の次の態度に完全に呆れてしまった。クレーマーでしょ。遺骨持ってくるなんて普通じゃないわよ。本人連れてくるって骨持ってきたって。その骨に何かできるわけ？彼女はそう笑いながら言う。さすがに黙って座っていた兄も頭に来たようで立ち上がろうとした。次の瞬間、店内に大きな声が響く。俺を騙した奴を今すぐ連れてこい！それは少し柄の悪そうな20代後半くらいの男性だ。店内に入るなり案内係に怒鳴っている。その男性客は辺りを見回して案内係が止めるのも聞かずこちらに向かってきた。もしかして、と私が思っていると私たちのテーブルの近くまで来て、あんた、そのお客さんあと何分で終わる？と女性店員に凄んだ。彼女は青ざめて口を開かない。私はちょっと興味が湧いてしまい、私たち解約したいだけなんですけど、なかなか進まなくて、でもお話だけならお先にどうぞ、と言った。すると男性客は意外にも私にすまなそうな顔をして、その提案を断る。しかし、なぜか兄が荷物を持って席を立ち、すぐ後ろにある待合のソファーに移った。兄の顔をよく見ると、ちょっと楽しそうだ。私も兄に続いて男性客に目で合図をした。彼は軽く会釈をして女性店員の前に立つ。何が始まるのかと思ったら、男性客は厳しい口調で女性店員に話し始めた。周りの店員は接客中。案内係は新人なのか、
おろおろするばかりで、この男性客を止める人は誰もいない。聞こえてきた話によると、一週間前に新規で契約した彼は、相談した内容と契約内容が違うこと、勝手にたくさんのオプションをつけられていることに怒っていた。うちの店の携帯担当も、こういった、言った言わないでトラブルになることは多いと言っていたし、最初はこの男性客の勘違いなのかと思っていたが、なんと女性店員がとんでもないことを言い出したのだ。そんな最低料金のプラン、私の成績にならないんですよね。契約したんだから今更ぐちぐち言わないでもらえます。その発言で私は思い出した。うちの店でも似たようなクレームを見たことがあるけど、そういったトラブルに備えてうちの店では契約内容をきちんと書いてお客様に渡しているらしい。クレームになってもそれが証拠として残っているので、お客様に再度説明すると、そういえばそんなこと言われた後、お客様も冷静になって勘違いだったと納得してくれるそうだ。でも、この店なのか、この女性店員だけなのか知らないが、そういった対策が一切されていないようで、しかもこの件は女性店員がお客様の意向を無視して勝手にやったということだろう。そんなの怒鳴られても当然だ。ここまででも十分驚いたけど、女性店員は何かを思い出したかのように突然席を立つ。私たちがあっけに取られているとすぐに戻ってきた。その手には免許証が握られている。これこの間返し忘れちゃって。これを返すのでもう帰ってください。この男性客の免許証のようだ。悪びれもしない態度に、男性客は再び激怒。どこでなくしたのかと思って探してたのに、お前だったのか。気づいたら普通連絡くらいするだろ。どうなってんだよ。この店員大丈夫か。あまりの男性客の勢いに、他のお客さんを見送った様子の店長が飛んできた。平謝りしているが、もちろん謝って許される問題ではない。店長は女性店員を連れて一度奥に引っ込んだ。すると男性客にお詫びをされたので軽く会話をしていると、お姉さん詳しいけど携帯の人？と言われたので、私は家電量販店の販売員だと告げると、男性客は納得したようだった。最初は柄が悪くて怖いと思っていたけど、話してみると意外と普通の人で、さっきは驚かせてすみませんと謝られた。それを聞いた兄は男性に向かって、ああ、いえいえ、こちらこそ妹が怖くてすみません。というので、私が兄を睨むと、男性客は大笑いだった。しばらくして店長だけが戻ってきて平謝り、男性客には事実確認を取った上で対処をしたいので、後で連絡をすると告げる。男性客はため息をつき、私たちに会釈をして出て行った。私たちは店長に解約手続きをしてもらい、ものの数分で終わる。あの時間は何だったのか。私たちもため息をついて店を出た。その後、携帯会社から接客に関してのアンケートが届いたので、もちろん最低評価。自由記載できる欄にありのままを入力した。ささやかな復讐だと思っていたけど、後日携帯担当にその話をしたら、普通は最低評価なんてされないので、その店員は相当お叱りを受けるだろうとのこと。それを知って少しは気分が晴れる。それから半月ほど経った頃、仕事中に商品の案内で声をかけられ、お伺いすると、なんとあの時の男性客だった。彼も私に気づいて、あの後のことを教えてくれる。店長から連絡があり、あの女性店員は退職になったこと。男性客には料金の返還と、何ヶ月間か基本料金が無料になると言われたらしい。迷惑料のようだ。それからもその男性はたまにお店に来るようになって、会えば話をするようになった。彼はしばらく経ってから、
あの女性店員を携帯ショップの前で見たという。店の外で店長に仕事がなくて生活ができない、住んでいたマンションも追い出された、もう一度雇ってくれと懇願していたらしいが、店長にはすっぱり断られていたという。それを聞いて私は笑ってしまった。後日私は実家の近くで彼とたまたますれ違い声をかけた。なんだか不思議な縁だと笑い合い連絡先を交換。そしてなんとこの間交際を申し込まれ、私はそれを受け入れた。おかげで今は仕事もプライベートも充実している。